藤井六冠は名人戦でこれまで渡辺明名人に3勝1敗としていて、名人獲得まであと1勝です。藤井六冠が名人を獲得すると、谷川浩司17世名人の名人獲得最年少記録を40年ぶりに更新することになり、羽生善治九段以来の7冠も最年少で達成することになります。昨日行われた前夜祭で藤井六冠は、4局のご経験を生かして、より良い勝利できるよう言っていって考えて全力を尽くしてさせたいと思っています。第5局は明日夜に勝敗が決まる見込みです。